進できます。楽しむよ。見事ポールポジション獲得となっております。現在ランキングももちろんトップ、ゼッケン200 S リミテッド石川隼人、2番グリッドスタート、兄の背中に向かって走り出す、そんな感じでしょうか。ゼッケン76 ARY レーシング大越拓、続いて3番グリッドスタートはゼッケン86ガレージ借りの竹中康平、続いて4番グリッドスタートはゼッケン919秋田県立大学自動車部モズレーシング茂木勇気、5番グリッドゼッケン175島崎健太、ゼッケン69CPI 白川とタイヤショップ SCI 五十嵐剛、続いて7番グリッドスタートはゼッケン79東北学院大学自動車部石山優也、クリーム色の S 線になります。ゼッケン771ガレージ借りの淀隆、 ARY レーシングゼッケン377岩塚真澄、ゼッケン78東北学院大学自動車部菅原相馬、11番グリッドスタートはゼッケン1番をつけます山口忠信、ゼッケン96 G2 オート CSW 自動車部岡部光輝、さあ今手が上がりました。さあ10周の決勝レース間もなくスタート、前方のシグナルに注目、レッド点灯、ブラックアウト、今スタート、あーそして石川がスタートできない、大きく遅れていく。さあこの隙にこれ茂木勇気かな、茂木勇気が1コーナーホールショットを奪っていきます。いやこれ後ろの竹中康平も行き場を失うような感じでしたよね。さあこれはまさかの展開に変わっていきます。さあ逆にこれ茂木勇気にとってはいいことになりました。第一ヘアピン単独のトップで通過をしていくことになります。これはねなかなか大変ですよ石川隼人。さあどれぐらいポジションを落としていったのかもちょっとねわからないぐらい落としていったような、そんな気がいたします。いや後方にはいなそうだね、あの前方の集団にはいると思いますがモニター上ではちょっとね確認がしづらい。さあすでに最後尾のマシンたちは第200ピンを抜けていきます。トップのマシンは今 100R へと入っていきまして、後ろを少し離した状態で2番手以降の、まあ、団子状態で今続々とマシンが 100R へと入っていく。そして最終コーナー 14% 上り勾配に入っていきまして、さあまずは茂木勇気、さあこれ優勝に向けてなかなかいい感じの、さあオープニングラップになりました。さあ茂木勇気が今トップで今コントラインを通過をしていきます。さあチームメイトのこの声援を受けて、あそして石川隼人が速い、もう1コーナーで2番手、いや、まあ、3番手かな、いや2番手に上がっていきます。あれだけ下がっていったんですがわずか1周でここまで戻ってまいりました。予選のラップタイムを見る限りでは石川隼人のこのぶっちぎりのレースになるんではないかなというふうに予想はしていたんですが、一旦下がってすぐ戻るというリカバリーは早かった石川隼人です。200号車ミレニアムアルト、さあ今第2ハイピンに向かっていく。そして茂木勇気もこれかなりしんどいよね、コンソレーションなんで5周ぐらいで俺はいいんだという風な、ね、思いで走ってるかもしれません。さあ第2ハイピン抜けていく石川隼人、立ち上がりのライン取りちょっとアウト側に振っていったような、そんな気がいたします。 100R と向かっていく茂木勇気、逃げ切れるかどうか。さあ1周目ラップタイム、これはあんまり参考になりませんよね。しかしこれ2番手争いは4台の集団ということと言っていいでしょう。さあ69号車がこのコントラインを通過のタイミングでは2番手でした、五十嵐剛選手。いや五十嵐選手もさっきねちょっと名前の確認で少しお話ができたんですけども、リンクサーキットでやっている NK8 というスタッドレスタイヤを使ったその耐久レース、まあ、その中でハマってしまいまして、今年からこの660選手権に乱入してまいりましたということで、目標はね予選では3番手ぐらいを狙ってたらしいんですが、やっぱ難しいねなんて話をしておりました。しかしこれ蓋を開けてみればやべえぞ俺っていう、そんな感じでねおそらくねオープニングラップは終えていったんだと思います。さあトップ集団は今第一ヘアピン、茂木勇気はまだ逃げています。これしのいでるね、でも1周あたりコンマ1秒ぐらい差詰めてますかね。さあ石川隼人がさあじわりじわりとこの茂木勇気の後ろへと近づいていく今第2ヘアピン。さあこれトップ争いは2台にもう絞られたと言っていいと思います。
そして五十嵐豪が単独の3番手ですかね。これ簡単に勝てたらつまらないよねなんていう話をしておりましたけども、これあの目標の3番手簡単に取れちゃったらちょっとつまんないのかな、どうなんでしょうかね。さあその後ろ、あでもこれどうなんだろう、ちょっとね順位の方が後で、ね、整理をしていきたいと思います。さあ 14% 上っていきまして、まもなくメインストレート。さあ茂木優希のピタリと後ろ石川隼人が来ている。さあメインストレート戻ってくる。さあ1コーナーに向かって、いやここはまだ石川隼人いけませんね。でもライトオンでプレッシャーをかけていきます。さあ茂木優希、石川隼人のラインを潰していくんですが、さあこれはこの後どうで、結果として出ていくんでしょうか。 S 字へと向かっていく。ここからの立ち上がりはどうだ。石川隼人のマシンの方が伸びていくんではないか。いやーではそうではありません。茂木優希なんとかしのいでいる。 S 字の立ち上がり第一ハイフィンに向かっていきます。2番、3番手以降はだいぶ離れていきました。さあ3番手76号車ですね、大越拓だ。2番グリッドスタート大越拓のこれ石川隼人と同じようにちょっとねスタート出遅れたんですよね。なんとかポジションは少しずつ戻してきているというそういった状況のようです。さあそしてトップ争いは今第2ヘピンをもう抜けまして 100R へと入っていきます。 100R に向かってさあ200号車石川隼人はどうだ。いやここまだ追いつけませんね。なかなかこれ茂木優希いい走りをしていますよ。さあ最終コーナーを抜けて 14% 上り勾配。さあ上り切って、あこれもうテールトゥーノーズに変わってきた。さあ1コーナーこれオーバーテイク行くかどこだ。石川隼人インサイドに行こうとするんですが、茂木優希がラインを塞いでいきます。さあ1コーナーを抜けて S 字ですが、もうここは茂木優希しんどい状態で S 字を抜けて今度は第1ヘアピンに向かっていく。ここまで来るとちょっと厳しい。茂木優希はもう後ろを警戒したライン取りに変わっています。さあこうなってくると石川隼人はもうねどこでも行っちゃうよというねそんな状態かもしれません。さあ第2ヘアピンに向かっていく。ここでもラインをちょっと潰しにかかっていく茂木優希ですが、さあ石川隼人ラインをクロスさせていこうとするんですが、ここは立ち上がりなんとかこうしのいでいく。 100R へと向かっていきます。さあその隙にこれ五十嵐豪が追いついてませんか、トップ争いに。さあ五十嵐豪がトップ争いに追いついてきている。さあ茂木優希のペースが上がらない隙に五十嵐豪が追いついてきた。トップ争いです。これはちょっと五十嵐豪もしかしたらいけちゃうかもよって感じだね。オープンしとくかな、ちょっとごめんなさいね。マシーンの確認をね後でしていきたいと思います。さあメインストレート戻ってまいりました。76号車だからこれ大越拓だ、ごめんなさい、大越拓が3番手に変わっています。五十嵐豪はその後ろですね、失礼いたしました。五十嵐豪は4番手、さあ大越拓が3番手でした。さあこのフロントロー1台と、そして2列目4番グリッドの茂木優希、この3台によるトップ争いということで、さあ今第1ヘアピンの進入で3番手大越拓がちょっと仕掛けていくような感じあったんですが、ここは一旦そのままの順位で通過をしていきます。茂木優希がかなりしんどいラインを通過をしていく。さあ第2ヘアピン今進入はこのラインを潰しにかかるような感じでいくんですが、石川隼人大外刈りを決めていこうとしたんですが、ここは失敗に終わっていきます。さあ 100R と向かっていく。石川隼人はこれストレス溜まりまくりの状態ですよね。さあ 100R、 さあ3台のマシンによるトップ争いということに変わっていきました。さあその後ろクリーム色の S が来ているのはこれ淀隆のマシンですかね。771号車7番手か、ちょっと違うかもしれないね。さあ今最終コーナー抜けて間もなくメインストレート。さあ今通過、そして石川隼人がここ1コーナーインサイドに入りきって、さあオーバーテイク完了になります。茂木優希2番手にドロップアウト。さあそしてその後ろ大越拓も迫っている。大越拓を前に行かせるわけにはいきません。 S 字もしのいでいきたいんですが、3番手大越拓がこれラインをこう自由にこう使っていきながらマシンを左右に大きく振って茂木優希に対して大きなプレッシャーをかけていく。 S 字の立ち上がり、さあ今第1ヘアピンを抜けていきます。さあ感覚としてはこれ石川隼人は1回前に出ることはできましたが、そんなに楽な状態にはなっていません。
1回前に出れば楽な状態に変わるのかなと思いましたが、さあまずはこのタイミングではまだこう楽な状態にはなっていません。第200ピンではこれ石川隼人ちょっとねライン取りあまり良くないような気するんですよね。立ち上がりのスピードがあんまり上がっていかないような、さあその隙にの茂木勇気と大越拓がちょっと追いついていけるようなそんな感じ。さあ今 100R から最終コーナーへと入っていく。さあ三つどもえのトップ争いは今 14% の上り勾配。さあ石川隼人がちょっと楽になってるかもしれません。さあその後方茂木勇気とそして大越拓がサイドバイサイドのさあ熾烈な2番手争いを繰り広げながら今上り切ってメインストレート。さあトップは石川隼人、いやでも全然楽な状態にはなっていません。さあ1コーナーと向かっていく茂木勇気が迫っていく。大越拓がインサイドに入っていく、ここは入りきれません。さあどんどんプレッシャーを与えていく3番手大越拓、今 S 字から今度は第1ヘアピンへと向かっていきます。ここの辺りはどうでしょうか、ちょっとこれは茂木勇気遅れ出したか。さあその隙に石川隼人が逃げの体勢にちょっとずつ変わっていく。さあ大越拓はそれを許すわけにはいきません。なるべく早い段階でその前方の茂木勇気をオーバーテイクをしないといけないんですが、さあ第2ヘアピンに向かってサイドバイサイドに持っていこうという大越拓ですが、さあこれアウトからインサイドにマシンを振っていくんですが、インサイドには入りきることはできません。茂木勇気2番手死守、そして石川隼人はトップでちょっとずつ差を広げていく。最終手前の 100R と入っていきます。さあ石川隼人が今度はもう楽になってきましたかね。さあ後方で2台のマシンがバトルをしている、ペースが上がらない。その隙に200号車石川隼人ミレニアムアウトがどん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 ワープをしていく。さあ今 14% を上り切りまして、今メインストレートに戻ってまいります。さあその後方からはですね1台のマシンがちょっとずつ近づいてきているようなそんな気がいたします。そうですね、86号車竹中康平がじわりじわりと来ています。さあこの表彰台の一角を争うような形で竹中康平が乱入をしていく。しかし残り周回はあと2周です。残り周回あと2周。さあトップグループ、いやグループとまではいかないかもしれません、石川隼人がもう逃げの体勢は築いた完了、そんな状況です。第1ヘアピンから今第2ヘアピンに向かっていきます。石川隼人ここまで来ればもう大丈夫でしょう。さあこれでもういろいろねスタートびっくりしましたけども、終わってみればボールトゥーウィンというそんな結果なんでしょうかね。さあベストタイムもおそらく石川隼人がこの決勝のファステストも刻んでいくんではないかなというふうに思いますけども、さあ今トップの石川隼人が、あそしてその後方ですね 100R なんですけども、さあ2番手争い大越拓がなんとかこの茂木勇気のポジションをこうこじ開けていこうというような最終コーナーあったんですけども、なかなかこう入りきることができない。さあそして今メインストレートで戻ってまいりました。さあ残り1周の表示、ファイナルラップに突入。さあ石川隼人が今トップ単独で1コーナー、その後ろ茂木勇気そして大越拓竹中康平ももうちょっとかな、あと2周ぐらい欲しいかもしれない。さあ2番手争いがこうバトってる隙に竹中康平もこの集団に追いついていきたい、もう喉から手が出るくらいの距離まで来ていると思います。さあそして茂木勇気が S 字の立ち上がりちょっとバランスを崩すような感じがありましたが、さあどうでしょうか、第1ヘアピンでは特に差は詰まっていくことはありません。さあ第2ヘアピンに向かっていく石川隼人はもう安心ですね。さあその後方です、2番手争い茂木勇気とそして大越拓ですが、茂木勇気が第2ヘアピンちょっと苦しいか。さあ立ち上がりちょっと速度が伸びないかもしれない。さあ大越拓どうでしょうか、 100R に向かって、さあまずは石川隼人が先に通過をしていく。さあその後ろ大越拓ちょっと追いつくことはできないんですが、ブレーキングで差を詰めていく。さあこの後の立ち上がり最終コーナーから 14%、 さあ間もなく戻ってくるぞメインストレート。まずは石川隼人すごく遅れてからのスタートだったんですが、さあ見事ポールトゥーウィンを間もなく受けていく、チェッカーフラッグを受けていく。さあ205車石川隼人2戦連続優勝、そして茂木勇気しのぎ切った第2位、大越拓はちょっと悔しい3位かもしれません、竹中康平4番手。
さあ5番手以降も続々とチェッカーフラッグ、69号車も今チェッカーフラッグを受けていきました。五十嵐号はこれ5番手ですね。さあ6番スタートでポジションを1つ上げての5番手チェッカーということになっているようです。第3位、大越拓選手。